皆さんこんにちは、ほっしーです。今日も下屋でやっていきましょう。今日の動画ですね、先日搭載されたニューイヤーレジェンド、こちらの選手をランキング形式で紹介していこうと思います。でこちらも全18選手いて、 UTOTY の時とね一緒で、前編後編でお話ししていこうと思います。じゃあ早速18位から見ていきましょう。まずは18位、ペトルチェフ選手です。 OVR127 のポジションがゴールキーパー。能力見ていくと、まあね、もちろんキーパーということで能力は強いんですけど、スキルブーストがダイビングということで、上がる能力にねゴールキーパーポジショニングがないと、これがねちょっと残念かなと思います。で身長はね196センチと高身長で、特性に関してもロングスローと1対1持ってると、こちら両方いい点かなと思います。まあただやっぱね、スキブのダイビング、これがいまいちすぎて、獲得をねおすすめすることはできないかなと思います。まあ能力はねそれでも十分強いんで、当たった方はね一回使ってみるのはありかなとは思います。じゃあ次の選手見ていきましょう。こちら17位、シュバインシュタイガー選手です。 OVR127 のポジションが CM、 利き足が右、逆足が3、スタミナ10の、スキルムーブが4となってます。能力見ていくと、スピシュン若干低いんですけど、スピード211と、まあまあ9大点かなとは思います。でこの選手 CM ということで、マーキングだったりとかタックル、スライディングタックルも高いんで、守備に関しても非常に活躍できる選手かなと思います。でスキルブーストがショートパスということで、ショートパス、ポジショニング、ドリブル、タックル、パワーと、まあ、そこまで悪くないのかなと思います。で身長183センチ、活動量が両方向、個人技ヒールトゥヒール、特性がロングパス、ロングシュートテイカー、プレイメーカーということで、なんかこうパッとしない特性してますし、個人技もヒールトゥヒール でスキルもショートパスで、こうなんか強みが見つけられなかったんで、ちょっと今回ね順位低めで紹介しました。あと逆足参加、ここがめちゃくちゃきついね。それ以外は、まあ、能力も十分強いし、中盤においてね使える選手だとは思うんで、ドイツ好きな方はね使ってみるのありかなと思います。じゃあ次16位の選手見ていきましょう。こちらカルロス・アウベルト選手です。OVR127、ポジションが右サイドバック、利き足が右、逆足が4、スタミナ9の、スキームーブが4となってます。能力見ていくと、スピシュンしっかりあって、サイドバックなんで守備能力もしっかりあると、でジャンプエディング高いんで空中戦も全然できるかなと思います。この選手ね能力強いんですけど、スキルブーストタックル、これが残念ですね。タックル、スライディングタックル、バランス、パワー、反応力と、ちょっといまいちのスキブかなとは思います。で身長180センチ、カットラアタック、コーディフェンスが中、個人技ヒールトゥヒール、特性がアボイドビーカーフットクリアということで、まあ、特性もね守備系なくていまいちだし、個人技もヒールトゥヒールだし、そこら辺も微妙な点かなと思います。この選手ね123か4に同名選手いて、そっちはねスキップグラディエーターとか持ってて、こっち使うならねそっち使った方が全然いいと思うんで、今回は順位低めにしました。まあでも能力はね文句なしで強いし、サイドバックとしては活躍できる選手かなとは思います。じゃあ次15位の選手見ていきましょう。こちらファンニステル・ローイ選手です。 OVR127、 ポジションが ST、 利き足が右、逆足が4、スタミナ8の、スキームーブが4となってます。能力見ていくと、まあスピシュンはしっかりあって決定力も高いと、で敏捷性若干低いんで、もしかしたらね使用感は重たいかもしれません。ジャンプ、ヘディング、ヘディング220とねかなり高いんで、空中戦も全然やれるかなと思います。でスキルブーストが強襲ということで、決定力、シュートパワー、ポジショニング、ドリブル、パワーと、ここ非常に強いですね。で身長188センチ、活動でアタック、ディフェンスが低い、個人技ヒールトゥヒール、特性がアボイドウィーカーフット、アウトサイドシュートということで、まあ、個人技のヒールトゥヒール、これが微妙だし、特性もね、いまいちかなといった感じです。まあ、能力に関してはね、普通に強いと思うし、逆足も弱あるんで、そこの点はいいのかなといった感じです。まあ、スキルもね、全然弱くはないんで、ぜひね、当たった方は1回使ってみるのいいのかなと思います。そしたら続いて、14位の選手見ていきましょう。こちら、ロビン・ファン・ペルシー選手です。OVR127、ポジションが ST、利き足左の逆足が4、スタミナ8のスキームーブが4となってます。能力見ていくと、スピシュン決定力高いですね。あとはシュートパワー、ロングシュート、ポジショニング、ペナルティキック、ボレーシュート、全部高いな。あとはね、ドリブル、ボルコン、敏捷性も高いし、ドリブルもしやすい選手かなと思います。ジャンプ若干低いんですけど、ヘディング高いんで、空中戦も全然できるかなといった感じです。でスキルブーストパワフルということで、瞬発、決定力、ポジショニング、ヘディング、パワーと、このスキブね、めちゃくちゃ強いと思います。で身長187センチ、カツラアタック、ディフェンスが低い、個人技ルーレット、
特性がアボイドウィーカーフットフレアということで、まあ、特性フレア持ってるのはいい点ですけど、シュート系の特性もね、欲しかったかなと思います。あとは個人技ルーレット、これも悪くないですし、能力に関してはね、一級品だと思います。まあでもやっぱスタミナ8っていうのと、これレベルの選手だったらね、他にいっぱいいるんで、わざわざこれ取んなくていいのかなと思ってこの順位にしました。まあでもやっぱ能力も強いし、個人技ルーレットで使いやすいし、全然ね、ファンペルシー好きな方は獲得して使う価値はあるのかなといった感じです。続いて13位の選手見ていきましょう。こちら、ジャルジーニョ選手です。オーベア128、ポジションが右ウィング、利き足が右の逆足が4、スタミナ9のスキムが5となっています。能力見ていくと、スピシュン決定力高いですね。あとはウィングなんでね、ドリブルボールコン、敏捷性も高いと。で、ジャンプエリング高いんですけど、この選手身長低いんでね、ちょっと空中戦はイマイチかなと思います。で、スキルブースト、セカンドストライカーということで、決定力、ドリブル、シュートパワー、ボルコン、ショートパスと、こちら非常にいいですね。で、先ほど言ったように身長173センチと小柄。で、活動量両方向、これいいですね。個人技レインボー。特性がフレア、パワーヘッダー、アウトサイドシュートということで、特性に関してはね、文句なしなんですけど、個人技レインボー、これが微妙すぎるね。この個人技ね、チームスキルムーブにもあるし、別にね、ここに設定されなくても使えるんで、だったらね、ルーレットとか、あとダブルタッチ、とかの方がね、良かったかなと思います。まあでもね、能力は一級品で強いんで、あんまね、個人技とか使わない方は全然使ってみてもいいのかなと思います。じゃあ次、12位の選手見ていきましょう。こちら。ローベル・ピレス選手です。OVR127 のポジションが左サイドハーフ。利き足が右、逆足が4。スタミナ8のスキルが5となってます。能力見ていくと、スピシュン、決定力高いですね。あとはサイドハーフなんでドリブルボルコン、ここも高いと。ジャンプは高いんですけど、ヘディングかなり低いんで、ちょっと空中戦はイマイチかなと思います。で、スキルブーストが良くて、羅針盤、瞬発、シュート、パワー、ドリブル、ボルコン、敏捷性と。で、身長187センチ、かつらアタック、コー、ディフェンスが中。個人技ルーレット。特性がフィネッシュシュート、幻想的なパスということで、特性に関しては文句なし、個人技も良し。で、サイドハーフはね、特訓でスピシュン上がるんで、めちゃくちゃね、速くなってドリブルもしやすくなると思うんで、ドリブル好きな方にはかなりおすすめかなといった感じです。じゃあ次11位見ていきましょう。こちら。ゲオルゲ・ハジ選手です。OBR127 のポジションが左サイドハーフ。利き足が左、逆足が4。スタミナ9のスキムーブが4となってます。能力見ていくと、スピシュンあって、決定力ね、若干低いんですけど、まあ、210オーバーだったらね、全然いいかなと思います。あとはもう全部220オーバー。めちゃくちゃ強いな、これ。まあ、でもマーキングとかタックルとかは低いんで、守備は期待できないかなといった感じです。ジャンプヘディングも低いですね。で、この選手もスキルブースト羅針盤ということで、さっきのピレスと一緒。上がる能力完璧ですね。で、身長172センチ。活動量がアタック高、ディフェンスが低い。個人技ルーレット。特性がフレア、ロングシュート低下、プレイメーカーと。まあ、フレア持ってる点でね、さらにドリブルしやすくなるのかなといった感じです。で、この選手ね、ピレスとポジションも似てるんですけど、その順位がね、こっちが上の理由が、やっぱスタミナ9あるっていうのと、スキルムーブが星5っていうの。あとは、この身長ですね、172センチ。こんだけね、小柄であれば、かなりドリブルもね、細かくできるんで、その点で、こっちの方がね、使用感がいいのかなと思って、順位上にしてます。なんでね、ドリブル好きな方は、ピレスを使うっていうよりかは、こっちのゲオルギ・ハジ選手、獲得して使うのがいいのかなと思います。ぜひ気になった方はね、取って使ってみてください。そしたら最後、10位の選手見ていきましょう。こちら。シェフチェンコ選手です。OVR128、ポジションが ST。利き足が右、逆足が5。スタミナ8のスキルムーブが4となってます。能力見ていくと、スピシュンしっかりあって、決定力229とめちゃくちゃ高い。あとはドリブル、ボルコン、敏捷性、反応力、バランスも高いんで、ドリブルもしやすいと思います。でこの選手はジャンプヘディングがね、230、224っていうね、化け物。めちゃくちゃ空中戦強いと思います。さらに決定力なんで、決定力、シュートパワー、ポジショニング、ジャンプ、ドリブルと。またここからジャンプがね、スキビで乗るんで、さらにそこも空中戦が強くなる要因かなと思います。で、身長183センチ。カットルアタック、コー、ディフェンスが中。個人技ヒールトゥヒール。特性がパワフルフリーキック、フィネスシュート、ロングシュートテイカーということで、まあ、シュート系も2個ありますし、ただ個人技のヒールトゥヒール、これがいまいちだよね。せめてルーレット、出会ってほしかったかなといった感じです。まあでもやっぱ逆足5も強いですし、この圧倒的に空中性の強さ、真ん中にいたらね、かなり安心というか、相手にとって怖い選手かなとは思います。
まあでもね、128、他にも何名かいるんですけど、その中だとね、一番ランキングつけるとしたら低い位置かなと思って10位にしました。まあでも全然ね、能力も強いし、当たったよって方はね、一回使ってみるのありかなとは思います。はい、ということで今回は新クラスニューイヤーレジェンド18位から10位の選手を紹介していきました。まあ、正直ね、今回紹介した選手は、この選手じゃなくてよくねっていう感じの選手ですね。能力はもちろん高いし、いいところもね、いっぱいあるんですけど、わざわざ500億オーバーでこの選手ゲットして、育成して使うかって言われると、そんなにお勧めはできないかなと思います。まあ、それでもね、好きな選手とかだったら全然ゲットして、今の環境でね、戦えないってことは全くないんで、使ってみてもいいのかなとは思います。あと今回のね、このクラスのカードデザインがめちゃくちゃかっこよくて、一人ぐらいね、自分もゲットして使おうかなって今考えてます。まあ、次はね、1位から10位の選手紹介になるんで、そこでね、最強クラスの選手をちょっとした差でね、ランキングつけていったんで、ぜひね、楽しみにしていただければなと思います。また質問があればコメント欄や DM でよろしくお願いします。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。